日本の本位貨幣級一円金貨、明治4年米本位貨幣は、その国の貨幣制度が金、ね、もしくは銀に、裏付けされている場合に、その陛下に相当する一定量の貴金属を含み、実質価値と表記額面との差のない貨幣のことである。成果とも呼ばれる。貨幣とは本来はこの本位貨幣を表す言葉である。これに対して、本位貨幣以外の非中華は、 貨幣の代用物として、通貨と呼んで区別してきたが、銀行券の本位貨幣への打感性が失われた。今日では、貨幣と通貨は重複した意味で用いられる場合が多い。また、硬貨という言葉は通常コインという意味で使われるが、経済学では、ハードカレンシーの訳語として、国際決済通貨や本位貨幣のことを表す場合がある。紙幣であっても、裏付けとされる。 金属へのの交換が保証されているものは本位貨幣の一種である本位貨幣はその国内における最終支払い手段として形成される貨幣体系の基本に位置している確定貨幣であるため本位貨幣と相対する補助貨幣と異なり使用枚数などの制限のない無制限通用力を有しているので無制限放課と呼ばれる。また本位貨幣は自由鋳造。 自由誘拐が認められている。実際には本位貨幣は流通に十分な量が確保できない場合もあり、この本位貨幣との打感を前提とした銀行券が発行される。元来、商品は事故の価値を事故の手で直接表すことが不可能であるため、特定の商品を目安としてそれとの価値の比較で価値を示した。その特定の商品が貨幣にあたり、 その機能を価値尺度機能と称する。貨幣は原則的にはどのような商品でも良いが価値の普遍、分割、合成、形態、貯蔵が保証される商品でなければ万人に認められる貨幣とはなりにくい。貴金属、特に金や銀はこれらの要件を満たし、かつ流通量もあることから貨幣として採用され、その価値尺度機能をもとにして様々な商品の価値。 すなわち価格が決定された。貨幣として採用される金もしくは銀にはあらかじめ特定の価格に対して示される一定量を価値尺度としての標準として規定する必要があった。その規定が本位であり、本位によって秩序づけられ体系化された貨幣制度を本位制度と呼ぶ。国家が本位制度に基づいて鋳造を行い、 実質的内容がある貨幣がその国の本位貨幣となるのである。こうした貴金属の一定量によって本位を規定する制度を高速本位制度と呼び、この制度における本位貨幣の額面価値と素材価値はが値している完全通貨であるのが原則である。完全通貨であれば本位貨幣と同僚同質の地金の価値は同一であり、なおかつ地金の市場価値と 法定価値の一致を政府が保証しなくてはならない。また、鋳造の際に生じる誤差の許容範囲を定めた、交差と流通に伴う、摩耗の許容範囲を定めた、通用再計量を目が設定されている。これは、額面価値が同一であるにもかかわらず、素材価値が異なる貨幣が流通することで、相対的に、素材価値の高い貨幣が流通から姿を消すという、 グレシャムの法則を回避するための最低限の誤差である。これに対して、特定の財貨の一定量によって規定することをしない、制度を自由本位制度と呼ぶ。自由本位制度の場合には、紙幣が本位貨幣になっている場合が多い。本位貨幣を一国の貨幣単位の基本として、補助貨幣、打管紙幣、各種信用における貨幣の代用物から構成される、貨幣秩序の体系を、 本位貨幣制度と称する。ただし、それぞれの国の経済状況などから、本位貨幣制度も複雑である。金貨、銀貨ともに、本位貨幣とする副本位制や、金貨の自由鋳造は、認めるが銀貨には、制限を加える箱本位制、一定量の金字金そのものを本位貨幣とする、金地金本位制、他国の本位通貨である金貨をそのまま、 本位貨幣として採用する金交わせ本位制など複数の仕組みが存在している。また、本位貨幣制度とは別に、本位通貨制度という概念も存在する。これは流通している通貨の形態の観点から論じたものである。金本位制の国家の例を用いると、鋳造されている金貨がそのまま通貨として通用する金貨本位制度、金は貨幣として認められているが、 通貨機能を持つ金貨が鋳造されていない、金核本位制度、一定量の金時金そのものを本位貨幣とするか、それに代わる通貨の機能が、金地金への打貫によってこれが保証されている、金地金本位制度、他国の本位通貨である金貨をそのまま、本位貨幣として採用して金側製の打貫によって、これが保証されている金交製本位制度がある。金本位制ではなく、 管理通貨制度では、俯瞰紙幣が本位通貨となるため紙幣本位制度と称する。自由鋳造自由誘拐とは、地金の中華化、中華の地金化の自由を指すが、ここで言う自由とは、政府以外の誰にでも、効果の鋳造権が与えられているという意味ではなく、地金の所有者が、政府に対して、手持ちの地金を相当額の中華と交換もしくは、 鋳造による貨幣への作り直しを要求する権利の自由化を指す。一方、自由誘拐は、本位貨幣を自由に言いつぶして地金にすることではない。政府及び民間人が、旧金貨、外国金貨、あるいは金地金を造幣局に持ち込み金貨の鋳造を依頼すれば、一定の手数料の過本位金貨に鋳造され、交付された。イギリスでは年に法的に世界で、 最初に金本位制が採用され、ソブリン金貨と呼ばれる本位金貨が鋳造され流通した。イギリスの金保有効はそれほど高くはなかったものの、当時の産業、金融はイギリスの一国優勢のもとにあり、他国間の金融決済機能がイギリスの首都ロンドンに集まっていたこと、広大な植民地から地金や各国通貨を集積する金融システムが、 確立していたために安定しており、20世紀初頭までに世界各国がイギリスとの取引を念頭に置いた金本位制を採用した。二度の世界体制や世界恐慌による金本位制の一時中断を経て、第二次世界大戦後は IMF の下でアメリカを中心としたブレトン・ウッズ体制と呼ばれる仕組みを打ち立てたが、1七十一年のニクソン・ショックによって崩壊し、 本位貨幣制度は崩壊して、管理通貨制度、変動相場制へと移行した。なお、ソブリン金貨は、現在も発行されているが、もはや本位金貨としての役目は終え、地が長った金貨としての発行である。日本では、日米和親条約締結後に、大量の金流出問題が起きている。これは諸外国と日本の金銀の交換比率が異なる、ことが主な原因であるが、 本位貨幣の概念がなかった当時の日本において無理やり本位貨幣の概念を当てはめて日本貨幣と海外貨幣の交換比率を定めたことも原因である。やむなく幕府は貨幣の改中によって対処することになる。進化条例により1871年から発行された旧金貨の1、2、5、10。 20円と貨幣法により金平化を半減した新金価の後、10、20円がある。いずれも通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行に伴い1988年3月31日、限りで廃止となった。進化条例では原価である1円金貨幣の純金量は1.5メトリックガラムと規定され、貨幣法では 純金の両目二分を持って価格の単位と試しの応援と称すと、金陛下が明記された。進化条例において、本位とは、貨幣の主謀にして、他の準拠となるものなり、ゆえに、通用の際に制限を立てるお要せす。もっとも一円金を持って、本位中の原価と定むるとは、中んずく一円金を持って、本位の基本を定め、他の四種の金貨も、 とて標準を一円金に取れはなりと定義している。また1878年5月27日の大上官布告では一円銀貨が本位金貨と等価に国内でも無制限通用が認められ、1898年4月1日限りで通用停止となるまで事実上の本位貨幣となった。三上隆造、江戸の貨幣物語東洋経済信奉者、 1996年、造幣局125年史編集委員会編、造幣局125年史造幣局、1997年、明治対象財政史通貨、預金部資金大蔵省、編参、1939年、造幣局100年史大蔵省造幣局、1974年、ありがとうございます。